僕らは自由を、僕らは青春を、気持ちの良い汗を、そして枯れない涙を。Hi, good to everyone! I'm a fishing channel. 眠らない体を、すべてを知らぬ欲望を、大げさに言うのならば、きっとそういうことなんだろう。てなわけで、今日はキノコ&イワナ釣りなんだけど、ちょっとイワナが貧乏ですね。うん。ここね、イワナは釣りづらいし、ちょっと歩きづらいんだけど、キノコがたくさん取れる。取りやすい。パチパチ、ボリボリ。ボリボリです。ナラタケ。ね、点々あって、ここにこう、横に線が入ってるんでね。で、こうちょっとこう、逆さだからあれだけど、ツバがあるのね、傘のしね。これ、ナラタケです。で、これがね、どっちなんだろうね。ぬめりすぎたけもどき。あー、やべやべ、あー、やべやべやべ。やべやべ。キノコ上に乗っかっちゃった。危ない。大丈夫かな、潰れちゃった。やべ。これは、杉竹もどきなのか、ぬめりた杉竹もどき。どっちかな、わかりませんが、一応食べれます。なんか、なめこみたいで美味しいって聞くんですよね。聞くっていうか、ネット情報では。で、本州の杉竹っていうのは、ぬめりがないので、まあ、それ一応昔は、食べれるはずだったんで、食べれる、まあまあ、食用化だったんですけど、なんか途中で毒がキノコ扱いになったみたいですね。で、これぬめりがあるので、まあ、間違いないです。なんか、本州の杉竹の方はなんかぬめりがないみたいですね。だからこれ、杉竹もどきかぬめり、多分ぬめりやからぬめり杉竹もどきですね。前教えていただいたやつ。で、これが、奈良ハリタケ。なんか、うわ、まあ、虫、まあ、こんな感じで、あの裏面がこうブラシ状になってますね。これが奈良ハリタケ。なんか天ぷらが美味しいんだとか、あとなんか味噌で炒めてもなんか独特のもちり感があって美味しいっていうネット情報でちょっと試してみようと思います。わあ、まあ、でイワナはまあまあ20センチ弱ぐらいですね。で、まあ時間に余裕があれば第2ラウンド行こうかなと思います。うん、まあここはまあなんて言おう、大滝エリア、なんかキノコイワナ、いや、それもなんかグダグダで嫌だな。ああ、まあ、大滝、ポイント A ということにすると。あ、大滝、A 河川。うん。まあ、そんな感じでございます。まあまあ、次の動画が、まあまあ、次行ったらまた動画になるんですけど、まあ、以上ここで締めくくります。今回の動画はここまでだ。これは次の旅の準備をする。